いちこです。今日は2021年8月2日火曜日です。高松の天気は晴れです。蒸し暑いです。スウェーデンの続きです。国民からです。6回目です。一度は行きたい北欧、西欧、東欧諸国です。いや、世界一周してみたいものです。いつものようにウィキペディアの記事を読み上げます。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。スウェーデン出典フリー百科事典ウィキペディアより、鉄道、バス、空運は省略いたします。国民、詳細はスウェーデン人 W スウェードおよびスウェーデンの人口統計を参照。スウェーデンは一人の高齢者65歳以上を 3.1 人の生産世代20から64歳が支える少子高齢化社会であるが、総人口は増え続けている。合計特殊出生率は 1.85 人であるが、一方で順位同率は 6.75 人と流入超過であり、出産ではなく移民によって人口が増加している。移民、詳細はスウェーデンの人口統計ハッシュタグ移民を参照。移民はスウェーデンの歴史における人口増加と文化変容の大きな源である。移民は経済、社会、そして政治的側面において、人種、経済的扶助、非移民の職、集落体系、社会的流動性への影響、犯罪、投票行動など様々な議論を巻き起こしている。スウェーデンには移民の人種的背景に関するはっきりとした統計はない。これはスウェーデン政府は人種に基づいた統計を一切行わないためである。しかしながら移民の国籍については記録されている。1998年の調査では、外国にルーツを持つ者、外国生まれの者、また移民の子供は1746,921人であった。これはスウェーデンの人口のおよそ 20% にあたる。そのうち1216,659人、約 70% が北欧またはその他ヨーロッパの国出身であり、53,262人、約 30% がそれ以外の国出身である。2011年の統計によると、スウェーデンの総人口の約 20.1% にあたる192,000人が全面的または部分的に外国にルーツを持つ。そのうち外国生まれの者は1427,296人である。43,253人が父母ともに外国生まれの両親を持ち、66,6723人は片方が外国生まれ、もう片方がスウェーデン生まれの親を持つ。2010年のユーロスタットの調査によると、スウェーデンには133,000人の外国生まれの住民がいるとされ、これは全人口の 14.3% にあたる。そのうち859,000人、全人口の 9.2% は非 EU 加盟国生まれで、477,000人、全人口の 5.1% が EU 加盟国生まれである。2009年には年間の移民の数は過去最高に達し、102,280人を記録した。移民のほとんどはスベアランドやイエータランドの都市圏に集中している。2012年には 44,000 人の難民を受け入れた。またシリア騒乱の状況悪化に伴い、2013年9月にはシリアからスウェーデンへの亡命希望者全員を受け入れ、永住権を付与すると発表した。移民問題、スウェーデンでは次世代先進国のモデルとして高福祉高負担の社会モデルが注目されていたが、その陰には移民政策による歪みが拡大している。移民排斥を唱える右翼政党のスウェーデン民主党が、反移民の空気の広がりを追い風にして2010年9月のスウェーデン総選挙で初めて
国政に進出し20議席を獲得した。党首のジミー・オーケソンは我が国の移民政策は失敗だったと述べ、スウェーデン社会に溶け込まない移民に対する不満が右派政党躍進の背後にあったとみられている。2013年5月中旬、警察による男性射殺事件に端を発した抗議暴動は瞬く間に拡大し、ストックホルム市内とその周辺では車や学校への放火が相次いだ。警察署や学校が襲撃され、22日には一晩で90件の火事が発生した。これに関連し、ラインフェルト首相は移民の社会統合の失敗がストックホルムにある諸問題の一因であることを認めており、拡大し続ける移民問題の歪みにどう対処するのか、スウェーデンの今後の社会動向が注目されている。2018年には過去5年間の強姦犯の 58% が外国生まれの移民であり、その多くが非欧州からの移民であった。スウェーデンの強姦した者への刑罰は1年から5年であると報道された。言語、2009年7月からスウェーデン語スベンズカが正式な公用語に制定された。その他フィンランド語、ネアンキエリ、ロマ語、サーミ語、イディッシュ語を話す者も少数いる。スウェーデン語は隣国のノルウェー語、デンマーク語と類縁関係、ゲルマン諸語にあり、スウェーデン語話者とノルウェー語話者は相互に意思疎通ができる会話程度は可能であると言われる。テレビ番組にアメリカ製番組の字幕版が多いといった文化面の影響もあり、イギリスの方が近いにもかかわらず、イギリス英語でなくてアメリカ英語で話す人たちもいる。宗教、福音ルーテル教会がスウェーデン国教会である。実際にその人口の8割が福音ルーテル教会に所属している。次の文化、文化的思考、国民性、文学、音楽は省略いたします。民族音楽、スウェーデンの民族音楽はフォルクムジークと称され、フォルクダンス、民族舞踊、正確には民間伝承舞踊と訳されるのが好ましいと深いつながりがある。フォルクダンスの形態で有名なのはコルスカで、またスウェーデン独自の楽器にニッケルハルパがある。スベンスカ・フォルクダンスリンゲンはスウェーデン最大の民間伝承、伝統、音楽及び舞踊に関する組織であり、関連する情報の提供源として挙げておく。クラシック音楽、バロック音楽の時代ではイギリスのヘンデルやペープシュに学んだユーハン・ヘルミク・ルーマン、1694年から1758年はヘンデルバリの合奏協奏曲やJS バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータに近い響きのバイオリンのためのエッセイを書き、スウェーデン音楽の父またはスウェーデンのヘンデルと呼ばれた。古典派の時代にはドイツ生まれのヨーゼフ・マルティン・クラウス、1756年から1792年が活躍し、単調の情熱的な曲を多く書いてスウェーデンのモーツァルトと呼ばれている。ロマン派音楽の時代に入ると、フランス・アドルフ・ベルワルド、1796年から1868年、ヴィルヘルム・ペッテション・ベリエル、1867年から1942年、ヴィルヘルム・ステーンハンマル、1871年から1927年、ヒューゴ・アルベーン、1872年から1960年などの作曲家が挙げられる。デンマークのカール・ニールセン、ノルウェーのエドバルド・グリーグ、フィンランドのジャン・シベリウスなどと比べて、クラシック音楽全体の知名度は劣るが、近年では北欧全体における、それぞれの自国の文化を保護・支援する制度が充実しているため、これらの作曲家のレパートリーも多く取り上げられるようになってきている。ペーテル・ヤブロンスキ、英語版は、世界最高峰のピアニストの一人として有名である。エリック・エリクソンが長く指揮者を務めたスウェーデン国立放送合唱団やエリック・エリクソン室内合唱団などがある。
以上で途中までの読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。